セスグリーンアップルがスタジオセッションライブ3としてライラック、コロンブス、BFF、ファミリエ、パートオブミー、ワガウジンの全6曲をオフィシャル YouTube で一斉に公開した。自身最速でストリーミング総再生数3億回を突破したライラックをはじめとして5ヶ月連続リリースした新曲群からコロンブスとファミリエ、そしてフルアルバムアンテナに収録されている BFF ミニアルバムユニティに収録のパートオブミー、さらには2015年にリリースされたミニアルバムプログレッシブの1曲目を飾るワガウジンが選曲された。先日まで神奈川 K アリーナ横浜にて K10 公演で約20万人を動員した定期公演ミセスグリーンアップルをハーモニーを開催していたばかりだが、ライブとは異なるスペシャルなアレンジをぜひ楽しんでほしい。なおミセスグリーンアップルは12月2日18時から記者発表を行うことも発表されている。ミセスグリーンアップルスタジオセッションライブ、ミセスグリーンアップルスタジオセッションライブ 3https://www.youtube.com/playlist リストイコールプルビーワゾ4ホラック9スジェ特訓ミセの QRBDG6 でミセスグリーンアップルスタジオセッションライブに https://www.youtube.com/playlist リストイコールプルビーワゾ4ホラック93マクンズムゴルゲフルディスミセスグリーンアップルスタジオセッションライブ https://www.youtube.com/playlist リストイコールプルビーワゾ4ホラック WKH6 アミーペーブクグブグ 8DBMM ミセスグリーンアップル記者発表プレスコンファレンス 2024.1202 門午後6時2024年12月2日月曜日18時より生配信 https://live/0g3x7ol0gv/o タイアップ情報聖お兄さんザムービーホーリーメン vs 悪魔軍団主題歌ミセスグリーンアップルビターバカンスユニバーサルミュージック EMI レコーズ公開日2024年12月20日金曜日原作中村光聖お兄さん講談社モーニング2連載脚本監督福田雄一出演松山健一染谷翔太賀来賢人岩田貴則辰司亮白石今井中野タイガー、神木隆之介、山本美月、桜井ひな子、川口春奈、中田おなぎさ、桐生さくら、田中美久、森ひなみ、安西聖羅、山田隆之、室津陽子、佐藤二郎、久保田正隆、藤原達也、プロデューサー、北島直明、松橋慎三、鈴木大蔵、山田隆之、制作、映画、聖お兄さん制作委員会制作プロダクションクレデウス配給東宝コピーライトコピーライト中村光モダン社コピーライト2024映画聖お兄さん制作委員会公式サイト http://sainte023movie.jp/ 公式 X https://twitter.com/sainte023movie 公式インスタグラム https://www.instagram.com セイント023ムービーブルーレイ DVD ザホワイトラウンジシネマ2024年12月27日
金曜日発売スペシャルサイト https://lnivers.co.jp/mrsgreenvpplesgreenvp/twinciemem/予約https://lnk.2/twinciemh 初回限定ボックス、ブルーレイ、グッズアップックス -29,691,4300円、タックスイン2初回限定ボックス、2DVD、グッズアップ部-29,101,13750円、タックスイン、12共通仕様グッズ、ミニショルダーバッグインスパイアードバイ、ザホワイトラウンジハットキーホルダーインスパイアードバイ、ザホワイトラウンジカップ&ソーサーインスパイアードバイ、コーヒービンズ&宝石箱インスパイアードバイ、ニューマイノーマル、LP サイズスクエアフォトブック、44P、TB 型フォトフレーム&、フォトカードセット、10枚、1、2を確実に入手した場合には10月21日、月曜日までの予約を、推奨3通、時は、ブルーレイアップックス -29,426,380円、タックスイン4通、時は、2DVD アップ部-23,289,5830円、タックスイン収録内容2023年12月から2024年3月まで行われたライブツアー、ミセスグリーンアップル2023から2024 FC ツアー、ザホワイトラウンジ。本格的な音楽劇としての表現方法が取り入れられ、全演奏曲が新たにアレンジし直された。ライブだけでなく新たに撮影したシーンも加え、映画、ミセスグリーンアップル、ザホワイトラウンジインシネマとして公開すると、興行収入17億円を突破、2024年10月17日現在する大ヒットを記録した作品を、ついに映像商品化。また、ここでしか見ることのできない、ライブのドキュメンタリー、撮り下ろしインタビューのほか、初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶、特報映像、予告映像などを完全収録。オープニング1マスカレードザホワイトラウンジ2スイート、影フォークテール3手紙、過去との会話君を知らない、ダンスホール4反射つきましてハゴアイという嗜好品、ニューマイ、ノーマルパーティー6青さの、かけらインタールード春秋ジャストエフレンドアティチュード、7虚構と、虚無インタールードフィーリングインタールードケセラセラソランジ、8僕のブザホワイトラウンジリプリーズ9、終わりの始まりフロリジナル、特典映像ドキュメンタリーエピソード6、ザホワイトラウンジ初日公開記念舞台挨拶、大ヒット御礼舞台挨拶特報30秒、予告30秒、予告60秒オーチュエンデツオリジナル特典、ユニバーサルミュージックストア、アクリルキーホルダー、ライブ写真仕様 amazon.co.jp、トートバッグ、ロゴ仕様、HMV 全店、オンライン含む、一部店舗除く、コットンミニサコッシュ、ロゴ仕様、セブンネットショッピング、布ポーチ、ロゴ仕様、タワーレコーズ全店、オンライン含む、一部店舗除く、オリジナルトランプ、ライブ写真仕様、ツタヤレコーズ、一部店舗除く、ツタヤオンラインショッピング、ポストカード、2025年カレンダー使用、ライブ写真使用、楽天ブックス、スマホショルダー、ロゴ使用、応援店、オリジナルステッカー、ライブ写真